っと待ってよ、ちょっと待ってくださいよ。ソリッソリッ、試着会に行きました。ということで社長、三崎社長、よろしくお願いします。ここまでたどり着きましたね。そうですね、ようやく、ようやくっすね。改めてちょっとソリッドについてちょっと教えてほしいです、はい、ソリッドとは、ソリッドとはソリッドって言葉としては英語のスラングで、ソーリッド、めちゃくちゃ素敵じゃんって意味なんですよ。なんかその障害の有無とか男女とか宗教だったりとか、そのそれぞれ一人一人の一部分だけ評価をして、あなた障害があるからおしゃれだねとか、女の子だからピンク色だよねみたいなのをなくして、純粋にえそれめちゃくちゃ素敵じゃんって言い合えるような世の中になったらいいなと思って、ソリッドという名前をつけていて、なのでこの服も障害の有無、ジェンダーレスだったり、できる限り季節も関係ないように作っています。素敵やん。ということでちょっと着てみようかなと思います。はい、ぜひ。肩幅34という、肩狭っていう僕です。袖丈で55ですね。袖で55、短いのか長いのかよくわかんないですけど、袖丈は短くも長くも肩幅はやっぱ狭い。肩幅はちょっと狭いですね。やっぱそうなんですね、はい、そう、やっぱりね、肩使わないで生きてきた人生なんで肩幅で人生語ってるんですね。そうなんですよ、狭いんですよ。俺の人生狭いんですよ。どういうこっちゃ。最初に三木さんのお家で見させてもらった時に、はい、これ5だとメンズの S サイズぐらいのイメージなんですけど、うん、後ろの肩線をカメラにすることで、こっちカメラにすることで、肩線カメラマンとしてちょっと無能すぎる。すごいな。でこの圧迫感がない状態にしたんで、せっかくなんで一旦このぴったりぐらいのタイプのものだと思われるものを着ていただいて、オリーブがいい、あオリーブじゃない、なんだっけ、グレー、グレーがいい、グレー。じゃあ今からね、僕は S を着ます。初袖を通すはソリッドの、OK、大丈夫です、はい、どう、俺かっこいい、イケメン、え、イケメン。これは普通にボタンを閉める系、はい、これは普通のボタンの閉める系です。これ色違いで用意したこっちは磁石タイプ、磁石タイプ、そう、知ってます。証拠チャンネルで見ます。僕は、ね、手動くから、指が動くから止められるけど、うんうん、止めやすいね、このボタンもね。あ、よかった。止めやすいですか。うん、結構取りやすかった、普通に、うん、まあ、僕若干手にも麻痺があるけど普通に取れるし、うん、つけるのもそんなに苦じゃないかな。こんぐらいなら普通に僕はボタンでも購入の邪魔にならない理由になるかな。あ、嬉しい。あとイケメン？いや、イケメンですよ。あ、あつって。気持ちいい。気持ちいい。いいね。最初にこう着るときにここのアームホールが狭いと着にくいという話があったんで、ここにマチをつけてあるんですよ。で、なんでここの導入口が広くなるようにしていて、なんでその着た後も、まあ、ここで着やすくなるし、手を入れる時も楽という感じに、なるほどね、してます。このままこうシュッと着ますかね。 T シャツみたいな感じでこうやってもらってもいいんですけど、それで止まりますか、ね、止まってる。さっきから止まってる。さっきからずっと止まっててそこにいたんです。中にリブが入ってるんで、こうなんていうの、止まるんだよね。で多分これは車椅子を多分自走する人向けに多分作ってる気がしてますけど、社長どうですか。合ってます。合ってます。車椅子漕ぐ人はやっぱりこうやるから、
ここ擦れるんだよね、うんうん、だからこう短いとめっちゃいいっていうコンセプトですね。それでございます。何でも知ってんすよ。いやでもこれは確かに別に手こぐ人じゃなくても止まれるのはすごい良くて、うん、ずっとねここでなんかずっとビロ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 してるとね、うんうんうん、うざってえなってなると。そうそうそう、じゃあ脱いでみよう、うん、はい、この肘を脇の方が感想がある時でもそうですね。あ、この時になるかな。あ、いける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 。ここまで来たら、うん、腕引っ張れば多分肩出して肘を、あ、いけるね。いけました。いけるね。やっぱちょっとね、硬いかもね。うん、てか慣れもあると思うし、はいはい、ちょっとリブがあるから、最初にこう引っ張るのは少し硬いかもしれないね。なるほど、なるほど。一長一短があるかもしれない。この袖で一回止まっちゃうんですね。うん、そう、ここでちょっと一回こう、リブの硬さにも多分よると思うけど、うんうんうん、まあ、でも脱げるね、ジャケットなのに。うんうん、ジャケットは基本的に脱ぐの大変なんです、うん、だけど今脱げました、うん、っていう脱ぎやすい、着やすい、脱ぎやすい作りですね、これね。ありがとうございます。え、もう一個の方着てみたいです。はい、 S サイズです。はい、はい、今日は大切なデート、格好つけていくんだ。あー、それ通ったわ、うん、余裕で通ったわ。行ったよ。やった。で、これは磁石なんだっけ？これとこれが磁石みたいです。これをカッチンする。うお、くっついた。あ、めっちゃ楽だね、磁石。やっぱね、手麻痺ある人とかはね、すごい細かい作業難しいんですよね。なんでこの磁石めっちゃ楽。なんか個人的に、はい、ここにフェイクの、あ、それがですね、あ、今は、あ、僕何も知らないんで今何も知らないですよ、本当に振りかな、振りだ、すごくない？さすがこの展開も分かってらっしゃる。この状態にですね、今は最終、あ、最終形はこうなるみたいです。しようと、うん、僕今着てるのは、なんていうの、この試着用の、試着用で、ここにボタンないんだけど、背中どう？男っぽい感じる？いや、いい感じですよ、本当にすごいシャキッとしてる。シャキッとしてる、うん、あ、いい。これは、洗濯はどういう感じなんですか？洗濯は、家庭の洗濯機でネットに入れて洗ってもらったら、バシャって入れていいか。じゃあ脱いでみますわ。脱ぐ時もめっちゃ簡単で、ボタンがピッ。ちょっとやっぱりね、ここら辺が S だからね、ちょっときついっていうのもあるけど、あとはもしかしたら肘に滑りやすい何かが入ってるといいのかなって個人的には思います。あ、いけたわ、肘抜けます。僕の場合は肘が抜けます。肘が抜ければもう簡単、なんだろう、脱げるので、さっきより早くなりましたね。ね、やっぱ慣れなんだよね、こういうのってね。はい、脱げた。ソリッド、いざ着てみてどうでしたか？いや、まずはやっぱりめちゃくちゃ着やすかった。あ、はい、結構すんなり入ったよね。うん、すごい、めちゃくちゃすんなり入って、 S も M もすごい着心地よかったし、まあ、ボタンとか今磁石バージョンと、普通のバージョンとかリブなしとかも着させてもらったけど、どれもやっぱ個人的にはめっちゃ着やすくていいなと思ったので、一個要望、なんだろう、一番要望したいのはやっぱ色、うん、で、ピスタチオの色のジャケットとかもあるといいのかなと個人的に思ってて、この色もいいし、この色もいいんだけど、なんかもっと明るくなる、明るいやつも、なんかこの季節柄的な、季節的にあってもいいのかなって思って、なんかいろんな色とかものに挑戦してもらいたいなっていうのが個人的に。新たにできることがあったりとか、なんだろう、チャレンジしたいこととか、何か変化ってあると思いますか？個人的にはやっぱりジャケットを着なくなる理由としては、やっぱり着にくいっていうのがやっぱ第一番で、そこが今回これね、こちら今着てるやつはすごい着やすかったから、
しかもなんかある意味なんだろう、バサって投げても型崩れしなさそうな感じだし、うん、なんかもう普通に洗濯機で洗っても大丈夫ですよみたいな感じで、なんだろう、すごくなんだろう、より身近になる服だなって個人的には思ってて、よかった。そうなるともう着るよねって思っちゃう。嬉しい、うん、だからこれから、まあ、最初はねこの第1弾としてこれを多分販売すると思うけど、第2弾第3弾、うん、めちゃくちゃ楽しみだなと思うし、やっぱあの着やすいダウンジャケットとか、うん、ダウンジャケットって基本着にくいから、うん、あの防寒できるしかつ着やすいっていうのがあるとすごく嬉しいなって個人的には思うし、本当撮りたい。今回ちょっとズボンはあの時間の都合上はちょっと履かなかったけど、なんかすごい履きやすそうだったし、そこら辺もうまくねできて、そうしたいです、ね、今後展開できることを祈ってます。頑張ります。あのりょうきさんがよりモテる服になれるように。モテたいもうきげんげあのですよ、人間のね基本ですよ、モテたい根源ですよ、モテたいっていうなんかさっき発売がもう間近に迫ってるっていうのを聞いて、いつですか？3月31日に限定公開で、5月1日から完全公開なので、お皆さんは5月1日からになります。皆さんは5月1日からですって。え、どこで買えるんですか？ウェブサイトで買えるので、ウェブサイト、はい、ぜひソリッドのインスタグラムとか、今も一応ウェブサイトあるんですけど、あの完全なるサイトではないので、ちょっとチェックしてもらえたら嬉しいです。みんなインスタフォローやで、リンク載せとくんでどこだろうです。え、ちなみに、あの試着したいとかっていうのは今後できるのかな？私たちと皆さんの頑張り次第という感じが実はあって、うん、なるほど。基本的にはウェブサイトで完結する、うん、あのファッションのサービスにはしているんですけど、やっぱ試着しないとわからないこともたくさんあるので、うん、試着会あの今後も全国いろんなところとかでやりたいなと思ってるものの、それってやっぱり皆さんが着たいと思っていないのに開催はできないので、うん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 、その声をもらう量だったりだとか、私たちもできる限り効率的にやって余裕が出たらよりできるっていう、まあ、双方の求める度合いによって開催ができるという感じなので、理想は全国でやりたいと思ってます。なるほど。あのリアルな声をね届けてね、より良いものにしていけたらいいかなと思っています。とにかく個人的にはめちゃくちゃ良かったです。あ、よかった、安心しました。ということで、ここら辺で終わりにしましょうか。はい、じゃあ、さよならソリッドでした。バイバイ。初めて。さきと申します、よろしくお願いします。ソリッドあ、そういうのはあれなの？ないです。あ、ないんですか？何今のジッペみたいなやつソリッド田中美咲さんです。よろしくお願いします。ソリッドの代表です。